はい、マモチです。よろしくお願いします。ドリームジャパン編やっていきましょう。斉藤幸物語ドリームジャパン編やっていきましょう。今日で最終回ですね、最終回なんで斉藤佑樹選手を出したいと思います。頑張ってもらいたいですね。頑張ってもらいたいですね。頑張ってもらいたい、よし。どうしようかな。稲葉さん、稲葉さん行きますか。いや、吉野さん行きましょう。吉野さんすごいね、打率4割6分7厘。今日ショート中島選手行きますか。DH のり、どうしようかな。荒木選手2番で行きましょう。中島選手9番、こんな感じでいきます。さあ頑張ろうか。いやー、いよいよ完結ですね。今夜はここブルースタジアムハワイから日本対ドミニカ共和国長かったですね。チャンピオンシップベースボールインハワイ本大会決勝の模様を実況川内直樹。斉藤佑樹物語ドリームジャパン編をいつやったか、まあ、いまいち覚えてないですけども、何ヶ月か越しでってことですね。まずは1回の表、トップバッターはコルネット。チェック、基本的にみんなミートは C とかなんですね。はい、さあ1球目スライダー見送ってストライク、低め決まってワンナッシング。第2球を投げました。フルスイング空振り、追い込んでいます。3球三振じゃないか。外角低め空振り三振。バッターは2番カンポチンポ。ごめんごめん、ストライク厳しいボール初球なんかすごい。いや俺も32だぜ。こんなんでなんか自分で言って一人で笑ってるのがすごい嫌だわ。追い込まれました。さあ3球目インコース低めいっぱい見逃し三振。3球三振ズバッと決まりました。どうした。さあ1球目ストレート決まってワンナッシング。一応あれですかね、これ設定上はまだ斉藤佑樹選手アマチュア選手ですからね。追い込んで第3球を投げた。おや見事なピッチングです。素晴らしいじゃないの。ドミニカ共和国無得点で終了。1回の裏先頭バッターは赤星。投手データ。うわパームとか絶対打てる気しねえわ。いややべ、どうしようかな。ストレートも厄介だしカーブの変化量もあるしきついな。まあパームはちょっと見てみないことにはだけどもきつい。なんかどれを狙っていいのかも分かんねえな。俺ならカーブになるのかな。さあ1球目直球ストライク外角高め。パーム見ときたい。さあ2球目低め際どい。ちょっとパーム投げてくんねえかな。さあ3球目速球決まって早々に見ておきたいんだよパームは。次は4球目投げたインロー打ちました。チェンジアップみたいな感じか。低め際どい球投げた流し打ちどうだ。ファウルボール。第7球を投げた流し打ち切れました。いやー素晴らしいよ、粘ってるよ。させています投げました。うわー入ってる。右バッターボックス結構今自信たっぷりに見送ったわ。第9球を投げました。インハイギリギリいっぱいストライク投げました。打った流し打ちファウル。振り遅れてるんだよな。投げました外れたボールわずかに外。第4球を投げました。やだねそのパーム。ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。この打球は取れるか。落ちるんじゃない落ちるんじゃない。ナイバッチ、いやー見ましたか皆さん、早速ヒットが出ますよ。なかなか打てないマノッチのくせして。第1球を投げたカーブ決まってワンナッシング。ナイスボール。一塁牽制セーフ。さあ2球目思い切ったスイング空振り。第3球を投げた流し打ちどうだ。
ファーストキャンバスの後方、まあ、ただ初ヒット出ましたからね。2回の表、先頭バッターは4番メンヘ。第1球を投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。立ち上がりやや変化球が多くなっています。ワンナッシング打った、ショートのコットビヒット、どんまい、セカンド打球をセンターへ運ばれました。第1球を投げた、見送ってボール、カーブ欲しいな、投げた、スライダーはストライク。いやな、こればっかりはさ、俺がどこできるあれでもない。あ、やっべ、逃げていった、三塁送る、メンヘ二塁でストップ。ここで迎えるバッターはガレイ。さあ初球シュート決まってストライク、投げました、スライダー打った、よし、投げました、流し打ち、栗原ジャーン取った、ファインプレイ、一塁へトス、一塁セーフ。今のトスはどうなの。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。バッターは7番エレディア、スライダー見送る。いや、今のちょっと栗原さんに救われたね。投げました、ストライク、胸元厳しいところ、ワイドアウトにしときたいよ、ここ打った、レフト掴みました、サードへ、よし、なんか危なっかしいね、怖いね。バッターは8番イラディエル、第1球を投げました、変化球ストライク、インローへ。まずは初球決めてきました、打ちました、詰まった、ファルボール、三振取ろう、投げた、打った、ヒットになります、本塁へ。絶対点やらねえかんな、絶対点やらねえかんな俺は。そしてバッターはマサルナル、第1球を投げた、スライダーはボール、おっと打ち上げた、危ない、危ない、もうなんとか踏ん張りました。2回の裏、先頭バッターは5番小笠原、投げた、打ちました、ショートから一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは DH の中村、第1球を投げた、外角高めいっぱい、ストライク、初球まずは入れてきました、投げた、速球打った、ナバーッチ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ボールは中継、素晴らしい。いや、今日はうちもヒット出ますね、出ますね。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました、第1球を投げました、外角高め直球、ストライク、初球ストライクから投げました、あと打ち上げた、ありえて足が止まって構えた、掴みました、どうにかしたいな、どうにかしてあげたいな。さあ初球ボン、アウトコース際どいところ、早々に1点欲しいよな、投げました、まっすぐ決まった、ストライク、投げました、低い球打ちました、切れていきます、ファウル、ツーエンドワンから投げました、パーム打った、よし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 、いいぞ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 、今日はちょっと得点が期待できる感じがするな。一塁二塁、第1球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ、パーム打った、うまい、送球がそれた、ボールを取って一塁へ、アウト、スリーアウトになりました。さあ、ビシッと押さえよう。ドミニカ共和国、この回1番からの好打順、先頭バッターは1番コルネット、インコース低めシュート、何だったんだろうな、あの初回の三者三振のスタートは。投げた、外角低めいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました、打った、引っ張った、ファルボール、次が4球目、いやー素晴らしい、もしかして 1,2,3 番にだけすチンポこれ1球を投げた、ダメだなんでこんなにチンポ面白いんだろう、投げた、アウトロー変化球ストライク、シュートを使ってきました、ごめんね、本当にごめん、ボン、高めわずかに外れた、別に心から謝ってないけどもさ、次は4球目、投げました、スライダー空振り、女性視聴者増えねえかな、第5球を投げました、おい、三振、2打席連続三振、第1球を投げました、シュートストライク、ワンストライクノーボール、投げました、打った、バットが折れました、ふわっと上がって、どうだ、落ちるか、ヒット、二塁へ、左バッターボックスは4番メンヘ、低めスライダー決まってストライク、ボールカウントワンナッシング、低め判定はボール、ワンストライクワンボール、さあ3球目、直
球ストライク。OK、うまい。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。掴んだ。一塁へ。よっしゃ、今日、今日。結局一塁。日本この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番赤星。お、速球外れました。今日はなんかね、得点できそうな気してる。投げた。お、外れました。赤星よく選んでいます。投げた。高めボール球打った。サード取って一塁アウト。軽快にさばいてワンアウト。ボール球だったもんね。そして右バッターボックスには荒木。これが2打席目になります。カーブはボール。ノーストライクワンボール。パームボール外れました。投げた。速球ストライク。ワンツー。やっぱちょっとストレートきついね。ストレートきついね。速球ボール外へ。ラッキー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 。さあ5球目。パームボールはストライク。ライト君ダブル三振。ダルもこの試合3つ目の三振を奪いました。さあ初球ストライク。インコース厳しいボール。まずは初球決めてきました。さあ2球目パーム。いやーもったいねー今のもったいねー。3球を投げた。インコース決め空振り三振。高橋スイングアウトの三振に倒れました。ガルボ。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは5番アリエテ。これが2打席目になります。しっかり抑えましょう。さあ初球お外れた。さあ次の投球です。まっすぐ決まったストライク。いいよ。前のは投げた。決まったストライク。いいよ。さあ4球目。素晴らしいよ。バッターは指名打者ガレイ。今日2打席目。第1球を投げました。真ん中低め変化球ストライク。初球まずは入れてきました。シュート打ちました。ボールを掴んだ。1塁送球アウト。バッターは7番エレディア。これが2打席目になります。スライダー危ない。ちょっとバツレンだね。あ、じゃあ B レンだね。直球ボールインコースへ。第3球を投げました。打ちました。一塁送る。うまい。アウト。最後は内野ゴ。なんかねどうにかなりそうな気しながらやってんだけどさ。第1球を投げました。高め。なんやかんやでもう4回もやっちゃってるもんね。今の投球でちょうど40球目になります。速球決まってストライク。あっという間に追い込んだ。追い込んで第3球を投げた。打った。やばい。これはヒットになります。2塁送球。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは5番小笠原。今日2打席目。第1球を投げた。まっすぐ決まったストライク。ワンナッシング。第2球を投げた。カーブ打ちました。レフト手を上げた。レフト取りました。ボールは中継へ。ちょっとパームはね強振で捉えやすいんだよ。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。追い込まれるまで本当強振いいんじゃないかな。中村これが2打席目になります。インサイドついてボール。さあ2球目速球ボール。よし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 。第3球を投げた。外れたボール。おおおおおお。投げました。カーブ決まったストライク。カーブは及びでない。ワンエンドスリーから投げました。際どい球選んでフォアボール。いいよ。試合初めてのフォアボール。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。バッターは7番阿部。直球ストライク。外角高め。速い球できました。ワンストライクノーボール。さあ2球目見送ってボール。ワンストライクワンボール。投げました。胸元直球ストライク。第4球を投げました。カーブ見送ってボール。ツーツー。次は5球目投げました。直球打ちました。これはショート2塁送る。2塁アウト。ファーストへ。あーっ3アウトです。なかなか取れねえな。5回の表先頭バッターは8番イラディエル。投げたボール。あの見てるみんなどうか知らんけどやってる俺面白いからね。第2球を投げた。やってる俺面白いからやってる俺は本当に心から楽しんでんだけど。投げた。インハイ打った。よいしょ。三振でしょ。わかるもん。追い込んで投げた。フォークボール外れました。イラディエルよく見ています。さあ5球目。ほら見逃し三振。バッターは9番マサルナン。今日2打席目。さあ1球目ストレート決まってワンナッシュ。いやー今日も相変わらずあれですな。0点のまま進んできますな。引き目際どい。第3球を投げた。シュートはボール高め。ワンツーバッティングカウント。バッティングカウントから投げた。打ち上げた。センター前進。赤星ゆっくりと構えていました。センターフライに打ち取りました。打順トップに帰ってコルネット。
スライダー決まってワンナッシング、素晴らしい。さあ次の投球です。ストレートのアウトコースへ、投球3球目高め際どいボール、ワンストライク2ボール。次が4球目打った、赤星手を上げて掴んで、これでスリーアウト。なんか危なっかしいんだよな。いいよ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 。5回の裏、この回の先頭バッターは金城、これが2打席目になります。低め際どい球ボール、初球ボールから投げました、直球ストライク、インハイへまっすぐできました、ワンストライクワンボール、投げました直球ボール高め、金城さん出てほしいな、出てくれれば。投げました打ちました、コルネット、おっしゃ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 、二塁も狙う、ナイバッチ、二塁セーフ、これは取るぞ、これは取っちゃうぞマジで。バッターボックスはラストバッター中島、投げました膝元直球ストライク、さあ2球目打った、詰まった打球、ファウル、ランナー操作気をつけて、投げました打った、ファーストよく、よしちょっとスクイズだね、怖い、2打席連続できない、普通に打とう。ワンアウトランナー3塁に変わります、バッターはトップに帰って赤星、打った流し打ち、やったー流し打ち、やっと取った、やっと取った、得点が入りました、赤星タイムリーヒット、ワンアウトランナー1塁に変わります、バッターは2番荒木、これが3打席目になります。ファームはボール、まずは低め、ランナー走った、これはストライク、二塁送球はどうだ、セーフ、うわー盗塁失敗、打ってこれは平凡な当たり、ボールを取った、一塁へ、一塁、いやまあ1点取りましたよ、1点取りました、1点取りました。5回の裏が終わって試合は後半6回に入ります。先頭バッターは2番カンポチンポ、もう3回目になると別に面白くなかったわ。変化球ストライク、アウトローへ、さあ2球目内角低めいっぱい、すごい追い込んでいます、投げた打った、ファウル、投げた打った、セカンド横跳び、一塁送球セーフ、右バッターボックスは3番サーデ、投げた変化球ストライク、インローへ、まずは初球決めてきました、打ったセカンド、ボールを取る、セカンドへ二塁はファースト転送、一塁間一発セーフ、サーデ懸命に走りました、ワンアウトランナー一塁に変わります、バッターは4番メンヘ、スライダー決まってストライク、さあ2球目胸元直球ストライク、バッター追い込まれました、打った、あっと引っ掛けた、栗原両手を広げて掴みました、一塁を送る、一塁はセーフ、バッターは5番アリエテ、今日3打席目ストライク、うわーいいボールですね、初球まずは入れてきました、スライダーはストライク、バッター追い込まれました、いい投球3球目低めボール球打った、掴んだ、一塁を送る、よしスリーアウトです、一塁ランナー日本代表、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番高橋、これが3打席目になります。5カーブ外れました、これはわずかに低いか、投げました打った、少し詰まっているか、7ヒット、レフト前ヒットになった、高橋1塁間に合え、1塁も狙うか、セカンドへ送る、オーケー、高橋レフト線ツーベースを放ちました、右バッターボックスは4番栗原、今日3打席目、さあ初球内角高め、ストレート決まってストライク、初球ストライクから投げた、速球ボール、ファーム来いや、ワンエンドワンから投げた、強振空振り、ストレートで押してきます、投げたボール、ツーツー平行カウント、第5球を投げた、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。そしてバッターボックスは小笠原、初球を打った、エレディア落下点構えて取りました、ボールは中継、ここ追加点欲しいんだよな、本当追加点欲しいな。第1球を投げた、低めのボール引っ掛けた、ひどいガルボ待って取る、送球がそれたアウト、うわ惜しい、アウトになりました。二塁ランナーいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターまだいけるだろう、ガレイ内角際どいボール、ボールカウント、ちょっとね今まで投げてきたピッチャーに比べてスタミナがある選手じゃないから、厳しいところ、途中交代は間違いなくするでしょう、しましょう、それはこのイニングラストぐらいでいいよ。投げました、低め打ちました、飛びついたヒット、二塁へ、
やべえと思ったら即変えよう。バッターは7番エレディア。投げました、スライダーをまずは低め。第2球を投げました、直球外れました。エレディア集中しています。シュートはストライク、アウトコース低め、ワンツー。インコース詰まらせた、ショート取りました、ファーストへ、セーフ、一塁はセーフ。何とか乗り切ってほしい。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは8番リラリエル。今ちょっと汗拭ってたね。まずは初球決めてきました、直球ボーインハイへ、ワンストライクワンボール。第3球を投げた、おおシュート外れました。リラリエル よく選んでいます。頑張れ、いける、アウトライン、ストライク、ストライク、頑張れ。投げた、打ちました、ショート掴んだ、二塁送球、二塁アウト、一塁は一塁セーフ。頑張れよ。バッターは9番マサルナウ、今日3打席目。ピッチャーを交代します。投げた、インコース低めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました、速球見送ってボール、投げました、ヒットになります、サードよける。絶対勝つぞ、追いつかれちゃいけんぞ。今日三振のトルネット、第1球を投げました、アウトコース低め見送ってストライク。まずは初球決めてきました、ストライク、ツーナッシング。第3球を投げました、ストライク。わーしゃー、かっこいい、素晴らしいです、今のはかっこいいですね。ここでタイムを取りました、ガル。7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。いやせっかくね、打ちやすかったんだけどね、あのパームはチェンジアップ、カーブ、シュート。さあ1球目、カーブ決まってストライク、膝元をつきました、投げました、打った、これは詰まっています、切れました、ファウル。なんとかなりそうな気するぞ。投球3球目、ゴー、危ない、これはわずかに低いか。まあ俺の場合大体いつもなんとかなりそうな気はしながらやっていくからね。投げました、打った、あのさ、このドリームペナントの完結編なんだけど、第1球を投げた、直球ストライク、まあ3本取ってるわけ、初球まずは入れて、3試合とも 1-0 ってなんか嫌じゃない。初球ストライクから投げた、インハイ空振り。それはなんか、なんだろうな、俺的に嫌だな。さあ3球目、内角低め打ちました、惜しいね。流し打ち、どうだ、惜しい、きます、ファウル。第5球を投げた、内角いいよ、見えてるよ。第6球を投げた、打った、うまいもの、ボールは中継、ナイバッチ、近所、今日これで3打数の3安打。第1球を投げた、チェンジアップ、うわー、チェンジアップか、そうか、タイミングが合いません。さあ次の投球です、ストライク決まった。さあ追い込まれました、投球3球目、打ちました、ファースト取って二塁送り、二塁アウト、マニア、おい、セーフだべや、スリーアウト、チェンジ。今日2回目のヘッ、ドミニカ共和国、この回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番カンポ、これが4打席目になります。ピッチャー交代です。うん、OK、うん、さあ初球、シュート決まった、ストライク、内角低めいっぱい、投げた、決まった、ストライク、岩瀬、素晴らしいね今のは。外のボール球打った、ファルボー、フェンス激突、追い込んでから投げました、シュート打った、一塁へ、よし、ワンアウト。右バッターボックスは3番サーデ、今日4打席目、インコース引っ張った、ファウル、激突。さあ2球目、シュート打ちました、オッケー、高橋余裕があります、いいぞ、左バッターボックスはメンヘ、これが4打席目になります。胸元変化球、ストライク、投げました、打ちました、レフトボールを取られてアウト、スリ
3アウトチェンジ。最後はレフトもう1点取ろうや、もう1点取ろうや。この回1番からの高打順、先頭バッターは1番赤星、今日4打席目。さあ初球打った、三遊間ライナーへ打った、セカンドさあノーアウトのランナーが出ました。さあ1球目直球ストライク、ワンストライクノーボール、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。絶対点取ってっかんな。ランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、ライト前ヒット、セカンドへ送る、セーフ。よし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 、荒木今日追加点取るぞ。 1-0 だけじゃ終わんねえぞ俺は。1球を投げました、真ん中ライブ直球ストライク、速い球できました。さあ2球目、おっと打ち上げた、取るな取るなよ、ファウル。さあ3球目、チカー高橋3球、栗原さんホームランを、この動画にホームランを、インドギリギリいっぱいストライク、投げた空振り、強振、強振に行くかんな、投げた大丈夫だ。そしてここで打てる小笠原、これが4打席目になります。この動画にホームランを、投げたアウトコース低めいっぱいストライク、マノッチだって打てるんだよってところを見せたいの。投げた、まっすぐ決まったストライク、あっという間にツーナッシング、追い込んで第3球を投げた、ゴン外れた、次は4球目投げました、アウトコース、見ててマノッチもホームラン打てるんだってところ見せるから、投げました、インコース空振り、見るな、切り抜けます。いよいよ最終回を迎えました、先頭バッターは5番アリエテ、よしピッチャーを変えてきます、投げました、あと打ち上げた、オッケー、阿部落下点に入った、掴みました、上原キャッチャーフライに打ち取りました、バッターは DH のガレイ、さあ初球流し打ち、ヒット、一塁送球セーフ、大丈夫だぞ、いける、大全然大丈夫だ、ワンアウトランナー一塁に変わります、バッターは7番エレディア、今日4打席目、内角低めスライダー決まってストライク、第2球を投げました、胸元直球ストライク、伸びのあるストレート打ちました、ファールボール、次が4球目、落ちる球、ボール、ツーエンドワン、第5球を投げた、5回に引っ張った、入れば逆転、どうだ入るか、ライト見上げた、ホームラン、ホームランです、逆転ツーランホームラン、痛恨の一撃、意地の一振りで逆転、バッターは8番ビラディエ、お間のうち盛り上げるもの、助けて、伸びのあるストレート投げた、インコース詰まった、ボールを取った、一塁送る、一塁スタート、いやー俺が見せたかったのはやっぱサヨナラなんですよね、第1球を投げた、外角低めいっぱい、まあ、うちは勝つということは、まあ、最低でも3第2とかになるわけですか、もうなんか自分が何喋ってるか分かんねえわ、さあ3球目打った、ファーストボールを取る、アウト、これで3、まあ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 、まあ、見てて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 、ここからですよ、9回の裏、1点を追いかけます、先頭バッターは DH 中村、これが4打席目になります、いい変化球もお持ちのようで、さあ初球低めわずかに外れた、ボール見とけよ、アウトコース空振り、ワイドアウト、投げた直球、ボール中村、盛り上げてやっから、今から投げた、打ちました、一塁アウト、ワンアウトです、バッターは7番阿部、盛り上げてやっから、ポンポンと期待をかける声援が響いています、初球から打っていった、よし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 、ダイソーだ、阿部初安打、ワンアウトランナー一塁に変わります、左バッターボックスは8番金城、今度は左バッターボックス、ムネリンかな、一塁牽制球を送ります、セーフ、投げました、ストレートはボール、盛り上げてやっかんな、第
球を投げました。アウトローカービー投げました。打った。よし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 。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げました。初球流し打ち。切れました。ホーム。さあ次の投球です。打った。センター前ヒット。ボールは中継。バックホームはどうか。おいしゃおら。1回で追いつきました。岩田センターへのタイムリー。ここでタイムです。今のピッチャーでいいよ。ここまで2安打の赤星。一打サヨナラのチャンス。こっちの方が厄介じゃん。第1球を投げました。初球引っ張った。トゥー。さあ次の投球です。打った。アウト。第3球を投げた。打ちました。抜けろ。よし。ヒット。あ、帰るなよ。やめとくか。センターからセカンドへ赤星。今日これで5打数の3安打。セーフ。二塁はセーフ。右バッターボックスは2番荒木。一打サヨナラの場面を迎えています。変化球ストライク。アウトローへ縦のカーブを使ってきました。第2球を投げた。これは見送ってもうわドキドキする。投げた。打った。ゲッツー。バックホームしてどうだ。フォースアウト。一塁転送。一塁アウト。そういう感じのゲッツね。今日3回目の閉鎖。いやまあ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 、ほら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 、いい感じでしょ。ここまで3三振と全くタイミングが合っていないコルネット。ちょっと待って、まず守備だし。ピッチャーをこよし。第1球を投げた。空振り。思い切って振った。ワンダシング。投げた。打った。赤星下がっていった。なんだってんだよ。もう無理だよ。ホームランです。なんだってんだよ。バッターは2番カンポチンポ。いやもう参ったな。参ったな。投げました。打ち上げた。栗原足が止まって構えた。取りました。浅野ファーストフライに打ち取りました。バッターはオープンスタンスのサーデ。いい勝負してっけどね。面白いけどね。スライダー決まってワンナッシング。アウトコース低めいっぱい。投げました。速球ストライク。よし。投げました。打ちました。セカンド掴んだ。ファーストへ一塁アウト。バッターは4番メンヘ。今日5打席目。第1球を投げました。アウトの変化球ストライク。ボールカウント。いやーコウモノが急にパッカスカ打たれるなるかね。ショートボール掴んだ。ファーストへ送る一塁アウト。これで3アウト。日本代表この回はクリーンアップからの攻撃になります。今日2本のヒットを放っている高橋。低め縦のカーブ外れてワンボール。ワンボールから投げた。まっすぐ空振り。ワンエンドワンから第3球を投げた。スクリュー打った。追いついた。おラッキー。やったよし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 。こういうのものにするんだぞ。これまた今日2三振の栗原。ゲッツーだけは避けたいところ。速球外れました。第2球を投げた。打った。ピッチャー取った。まあ結果的に送ってんのもんだ。ワンアウト。全然いい全然いい。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは5番小笠原。投げました。ストライク。胸元厳しいボール。第2球を投げました。アロー投げました。打った。掴んだ。二塁へセーフ。一塁へ。よし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 。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そして迎えるバッターは中村。これが5打席目になります。外際どいボール。第2球を投げました。低い球打ちました。バットを出しましたがボールは後ろへ飛んでいます。第3球を投げました。打ちました。ボールを取って2塁へ。セカンドボールやめてゲームセット。マイキーだろー。こんな感じで終わると思わなかった。これにて斉藤幸物語ドリームジャパン編完結編。
完結ありがとうございました。残念でしたね。ただまあ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 クラシックコントローラーのね練習も兼ねてということでやってたんですけども、よかったですね。まあ近々多分パワーメジャーの方もアップはされると思うんですけども、いいですねクラシックコントローラー、素晴らしいものです。はい、ということで、終わり。結局のところやっぱクリアできませんでした。じゃあ終わります。バイバイ。